どうもこんにちは、ハッシンガーです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。最近何かお気に入りの日本製品はありますか？私はヘッドセットをまた購入してしまいました。私が購入するのは、そう、やっぱり片耳ヘッドセット。今回はエレコムの LBT-HSC30MPBK、 長い名前ですが、なかなかやりますよこれ。片耳ヘッドセットを長年使い続けてきた私が納得できる製品でした。この小さくて丸っこい製品が過不足ない必要十分な機能を備えているんです。このチャンネルでは、日本の品質管理者目線で世界に届けたい日本製品と使い方を発信したいと思っています。面白いと思ってくれた方は評価ボタン、チャンネル登録をしてもらえるととても嬉しいです。それではどうぞ。日本のものづくりは 4M、 マン、マシーン、メソッド、マテリアルの4要素を磨き上げることによって発展してきたんです。これらの要素をもとに今回の製品を説明します。まず1つ目、マン。メーカーはエレコムですね。エレコムは大阪に本社を置く日本の PC 周辺機器メーカー。一度はエレコム製の商品をパソコン周りで使ったこと、見たことがあるんじゃないでしょうか。そのぐらい日本では浸透していますよね。信頼性はとても高いと思います。続いてマシーン。製品種としては片耳ヘッドセット。今では両耳でノイズキャンセリングが全盛ですが、片耳じゃないと意味がないという層もなかなか多いと感じています。この製品を作り続けてくれていることに感謝ですね。そして Bluetooth 5.0 と USB-C の充電規格、抜かりがないです。続いてメソッド。このサイズ、形を見てください。この丸みのある可愛い形、なんだか映画ドラえもん、のび太のリトルスターウォーズのロコロコに見えてきません？あの口うるさいけど憎めないキャラ、私は好きなんですよね。皆さんはどうですか？好きなドラえもんの映画は何ですか？またコメント欄で教えてください。ボタン類は着信、音量調節、電源がすべて独立した物理スイッチになっています。安心です。最後はマテリアル。素材はツヤのあるプラスチック製。ピアノブラックと言えますね。それでいてあくまで目立たないデザインなんです。イヤーチップが大中小と3サイズ入っているので、どんな方にでも耳に合うことができると思います。またこのタイプのチップは他の製品との互換性が高いのもいいですね。私はスポンジタイプのイヤーチップを付け替えたりしています。おすすめです。エレコムの極小片耳ヘッドセット、いかがでしたでしょうか。可愛い形とサイズですが、必要な機能が詰め込まれていると感じました。片耳ヘッドセットは全世代に愛されるものではないのかもしれませんが、今の技術で作り続けてくれているエレコムさんには感謝しかありません。品質管理の4要素に当てはめると、今まで見えてこなかった面白みが見えてくる。ご意見ご感想はコメント欄でお待ちしております。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。